はい、どうも皆さん、こんにちは、キトです。過去問解説で今回2018年東大理系の第4問を見ていきたいと思います。で、問題がこちら。A を正とし、fx イコール x 3乗マイナス 3a 次乗 x というふうに置いて、次の2条件を満たすような点 AB の動き得る範囲を求めて座標平面上に図示してくださいねと。で、条件の1つ目、方程式 fx イコール b っていうのが相異なる 3つの実数解を持つよと。で、条件2番目、さらに fx イコール b の解を α、β が小さい順にすると、β っていうのが1より大きい範囲にあるよと。この二つの条件を満たすような、条件っていうのを求めて、それを AB 平面上に図示してくださいねというような問題となっております。はい。で、とりあえず要点をまとめると、まあ、重要な情報をまとめると、まず A っていうのは正であるよと。で、FX っていうのは X3 乗マイナス 3A 次乗 X という風にして、条件一つ目、方程式 FX イコール B っていうのが三つの実数解を持つ。で、順番に α、β、ガンマとしたときに、小さい順にしたときに、条件二番目、この真ん中の β っていうのは1より大きいよ。こうなるような AB の条件を求めてねというような問題になっているんですけれども、まあ、こういった方程式に関する話で、特に、解の個数、まあ、実数解の個数とか、その実数解の範囲、今回で言うと、まあ、丸1番っていうのが3つの実数解という個数で、丸2番、その解 β っていうのが1より大きいという範囲に関するものなんですけれども、まあ、こいつらっていうのはグラフを利用してあげるというのが、有効な手段になります。はい。で、例えば今回の状況ですと、まあもちろん、極値を持つかどうかとかいうのはちゃんと調べなければいけないんですが、まあ3次関数は、極値を持つんだとすればこんな感じのグラフになって、処理したい情報としては、y イコール fx の3次関数のグラフと、y イコール b というようなグラフで、これを考えるというのが fx イコール b をグラフを考えるよということなんですけれども、これが3つの実数解を持つよということは、3つぶつかるよということになります。で、順に小さい順に α、β、ガンマとしようということなので、まあ、丸1番の言っている意味はグラフとしてはこんな感じで3つぶつかるよと。で、丸2番に関しては、β が1より大きいなので、まあ、ここら辺に1があって、β っていうのは1より右側にあるよというような感じで、まあ、このグラフとなるように何かうまい条件を定めてあげれば OK です。はい。で、まあ、言うてこの問題に関しては、まあ、3次関数なので、普通にこのグラフを見てあげれば、立てるべき式っていうのは見えてくるのかと思いますが、まあ、せっかくなので、もうちょっと一般的な形で対処法っていうのを、紹介したいなというふうに思います。はい。で、どういうふうにするのかというと、まずこういうふうにグラフを考えるんですが、このグラフっていうのを、この増減に応じて範囲を分割してあげましょう。これがまず、基本的な考え方になります。例えば、まあ、こんな感じになるんだとすれば、まあ、どういうふうになるのかっていうのは、微分してちゃんと調べなければいけないんですけれども、例えばここで置いた増加している範囲、ここは減少している範囲、ここは増加している範囲というような感じで、増減の分かれる瞬間で範囲を区切ってあげましょう。で、どうしてこういうふうに分割して考えるのかという話なんですけれども、まあ今回個数とか範囲とかに関して知りたいんですけど、例えば今回個数に関して知りたいんですが、うねうねしてしまうといくつぶつかるのかっていう考察が難しくなるんですが、こんな感じで区切ってあげると、まあ、これは単調に増加している範囲なんですが、ここら辺に y イコール b っていうのがあれば、ここでは1個です。で、これより上側にあると、まあ、ここだと1個だ。で、こっち側だと0個だよと。で、今度、こっち側に注目してあげて、これは真ん中だというふうに思ってくれればいいんですが、まあ、例えば減少しているとしても、まあ、こんな感じで単調性のある区間で区切ってあげると、ここだと0個で、ここだと1個で、ここだと0個。で、まあ、こっち側においても、0個で、これより上だと1個というふうな感じで、まあ、かなり考察しやすくなります。で、特にこういうふうな感じで単調性があると折り返すことはないので、1個か0個だよと。ぶつかる個数としては。で、1個か0個。で、1個か0個。というふうな感じで、まあ、かなり、簡単な形にそれぞれの区間においては考察することができて、例えば今回ですと3つの実数解を持つっていう話なんですが、この3箇所で、1個か0個なので最大3個になります。最大3個の中でちょうど3つというふうに言われているので、ここに1個、ここに1個、ここに1個というふうな感じで、どの範囲に何個あるのかっていうのを定めやすくなります。つまり今回で言えば、ここの範囲で1個ぶつかり、ここの範囲で1個ぶつかり、ここの範囲で1個ぶつかるよと。つまり、まあ、それぞれ取り出してあげれば、ここよりも下側にあって、この間にあって、ここよりも上側にあるよということで、これで丸一番の条件っていうのを処理することができます。で、実際にじゃあ今回の状況っていうのを、実際に今回、式で計算してみたいと思いますが、まず増減がどういうふうになっているのかというのを知りたいので、今回微分してあげます。そうすると、3x の次乗を、ここ微分してマイナスの 3a の次乗を、で、こいつの符号を知りたいので、3でくくって因数分解してあげると、x プラス a と x マイナス a。で、まあ、本当は増減表を書かなければいけないと思うんですが、まあ、一応ここでは、ちょっとそれは省略したいと思いますが、
今回で言うと、A とマイナス A というのがあって、今回 A っていうのが正なので、A の方が、大きく、まあ、マイナス A の方が小さいというのは常に満たされているので、今回はこの状況を考えてあげれば OK。つまり、まあ、この式の情報から今回は、マイナス A より左、この間、A より右側、この3つの区間で分割をしてあげましょうと。はい。じゃあまず左側の区間で1個ぶつかるよというような処理なんですけれども、まあ、こっち側絶対マイナス2。マイナスというか、こっち側っていうのはこの直線 Y イコール B よりも、こっち側の遥か先は絶対下側に来ます。で、この、遥か左端とこの間で見てあげれたときに、ここの部分っていうのは上側にあればいいので、まずこの左側の区間で1個ぶつかるよという条件っていうのは、F のマイナス A っていうのは上側に、B より上にあるよと。この区間においてちょうど1個ぶつかる瞬間っていうのは一番上にあるようなこの Y、マイナス A のところがこの直線 Y イコール B より上側にあるよというのが1個ぶつかる条件。で、今度じゃあこの真ん中で1個ぶつかる条件っていうのは、ここの間にあるよと。こことここを区切ってあげたときに、まあ単調性がただ下がるだけ。この間に B っていうのがある瞬間に、1個ぶつかるよということなので、じゃあさらに AB っていうのは、ここが、B よりも下側にあるよと。FA っていうのが B よりも下側にあるよと。まあ、つまり1個の式で表すと、F-A 小なり、大なり、B 大なり、FA というふうになって、あとこっち側ははるか右先っていうのは絶対上にあるので、まあ、この間に1個持つよということは保証されていて、まず丸一番の条件っていうのは、これで処理することができます。はい。で、順にアルファ、ベータ、ガンマという風になっているんですが、じゃあ今度、丸2番、ベータに関して注目しているので、やっぱりこの考え方ってのはすごく大事なんですけれども、マイナス A と A の間だけ取り出してあげれば、今回はベータだけ注目しているので OK です。はい。で、その間だと、まあ、こんな感じに、まあ、ただ下がるよというような状況となっているんですが、はい、ここにおいて今これを満たされているのであれば、まあ、1個はぶつかるよというような保証があってこいつをベータというふうにしているんですが、じゃあベータというのは1より大きいということはつまりどういうふうになればいいのかというと、まあこういうことですね。1っていうのがこのベータよりも左側にあるよということなんですが、まず今回1っていうのが、このマイナス A と A という間になければいけないので。マイナス A と A の間に1というのがなければいけないので、まず一つ目の条件でこれは絶対に必要です。はい。で、この間にあるよっていう条件を満たし、かつ、まあ、ここの間なんだけど、こういうところではなくて、ちゃんと、ベータよりも左側にあるよ。つまり、今回ベータを考察するときには、区間としては、1と A の間で考察してあげれば OK です。つまり、1と A の間でただ下がるよという状況になっていて、じゃあこの間で Y イコール B っていうのがぶつかるよという情報を知りたいので、こっち側とこっち側同じように、今回下がっているだけなので、F1 っていうのが B よりも上側にあり、FA っていうのが B よりも下側にあるよということで、この条件っていうのを処理してあげれば OK です。はい。ということで、丸一番の条件がこいつ、丸二番の条件がこいつということなので、今回求めたい条件っていうのは、一つの式でまとめてあげると、まず、丸一番の方から、F-A っていうのが B より小さく、F-A っていうのは B より大きく、FA っていうのが B より小さいよと。で、もう一つが、マイナス A と A の間に1があるよというのがもう一つと、で、もう一つが、F1 っていうのが、B 大なりの FA で、もうこれで、あとはこいつを、もうこれで式で表すことができたので、あとはこいつを計算していけば OK です。はい。で、まあ、今回ちょっと複雑になっていて、もちろんこのままやってあげても OK なんですけれども、まあ、ちょっとだけ省略することができて、今回マイナス A と A の間に、まあ、必ず1があるよという条件がこの上の条件から満たされていて、この間ただただ減少するよと。で、Y イコール B っていうのがこの間にあるよという条件なんですが、特にこの1とマイナス A の瞬間っていうのを比べてあげると、1っていうのはマイナス A と A の間にあるので、必ず F のマイナス A っていうのは絶対 F1 より大きくなります。
つまり、まあ、一番上と一番下の条件を見てあげると、この関係式は絶対あるので、上と下両方とも満たすというふうに言われていても、下の方が強い条件になります。つまり、こいつを仮定すると、下側を仮定すると、上側っていうのは常に成立するので、まあ、今回この3つを全部満たすっていう条件が必要なんですが、一番下だけでも一番上は満たされているので、まあ、今回は、結局はこの2つの条件っていうのを、考えてあげればいいよということで、まあ、ここに気づけてあげるとちょっと処理が楽になるんですが、はい。これで、あとは計算するだけです。はい。で、今回まず一つ目として、まあ、順番にやっていきたいと思いますが、まあ、一応今回 A っていうのが、正というふうに言われているので、こいつも加えてあげて、ばらしてあげると、まずマイナス A っていうのは小なり1、1小なりの A、で、F1 っていうのが 1-3A の2乗、大なりの B。で、今度右側、B っていうのが大なり、FA っていうのは A3 乗 -3A 2乗なので、-3A3 乗なので、-2A3 乗。で、-A っていうのが1より小さいっていうのは、-1 倍してあげると、A っていうのは -1 より大きいという話で、まあ、こいつを満たしていれば、A っていうのは正っていうのは、A が正ならばこいつは満たされているので、まあ、今回考えなくていいよと。で、A が1より大きければ A が正っていうのは満たされているので、まあ、こいつも今回考えなくてよくて、結局は、A っていうのは1より大きく、B っていうのは 1-3A 2乗より小さく、AB っていうのは -2A3 乗より大きいような範囲っていうのを、まあ、今回の条件としてはこいつが条件になり、あとは A 問題文でこいつを座標平面上に図示してくださいねということなので、まあ、最後に図示して終わりにしましょう。今回若干書くのが難しいんですけど、A イコール1、もうちょっと極端に書きたいと思います。1のところでマイナス2で放物線となり、こいつよりも下側なので、今もうこの部分だよということが分かっているんですが、あとは、b イコールマイナス 2a の3乗より上側の部分で、それっていうのがこうなり、で、1入れるとマイナス2なので、1入れるとマイナス2。で、あとはここの上下関係、この先どうなっていくのか、まあ、3次関数なのでなんとなく、こっち側が b イコール1マイナスの 3a の2乗、こっち側っていうのが b イコールマイナス 2a の3乗みたいな感じになることはなんとなく予想されますが、まあちょっと答案として若干、もうちょっとちゃんと議論した方が丁寧かなと思いますので、一応ここの位置関係はちゃんと式で、教えてもらいましょう。今回、知りたいのが、B イコール、1-3A 2乗と、B イコール、-2A の、3乗、この2つのグラフっていうのはどういう位置関係にあるのかっていうようなのを知りたいんですが、例えば、まあ、知り方としては、これ、不等式で繋いであげれば、上下関係がわかるので、どっちが上でどっちが下なのかっていうのがわかります。で、例えば、それで調べてあげると、-2a3 乗の3次関数と、1-3a2 乗、放物線の方が上側にあるよと、放物線の方が上側にあるよっていうことは、この不等式を解いてあげれば出てくるんですけど、移行してあげれば、2a3 乗、-3a2 乗、プラス1の、大なりの0、で、この、こいつっていうのは、まあ、1のところで交わるよということを言っているので、a-1 でくくれるはずで、くくってあげると、2a 2乗、-2a 2乗なので、次、-a、なので、次、-1 で、こいつが正だよと。で、2a 2乗、-a、-1 っていうのは、a-1 でくくることができるので、2a プラス1と。つまり、この3次関数を考えてあげると、1のところで接し、マイナス2分の1のところでこういうふうになって、こいつが y イコール 2a3 乗マイナス 3a2 乗プラス1なので、この解としては、この解としては、a っていうのがマイナス、2分の1より大きく、1より小さいところ、もしくは1より大きいところが、この放物線の方が上にある範囲だよと。で、とにかく今回は今1より大きい、A っていうのが1より大きい瞬間を考えているので、1より大きい範囲では常に放物線の方が上にあるよということが分かっていて、なので、放物線の方と3次関数を比べたときに、1より大きい範囲では放物線の方が上側にあるから、
まあ、今回はこうと。で、特にまあここは重解を持つよということなので、まあ、この1の瞬間で接しているよということまでわかりますが、まあ、一応これらの情報からまあ確実にここの領域だよということでわかりました。はい。ということで、まあ、こんな感じで最後は図示してあげればいいんですけれども、一応これで2018年東大理研の第4問を見ていきました。まあ、かなりテンプレの問題なので、これを取らないとかなりまずいとか、これ取らないとかなり厳しくなってしまうのかなというようなところなので、確実に取りたいところなんですけど、今回落としどころとしては、この、ベータっていうのが1より大きいよというところをするときに、まあ、この1っていうのが、この間にあるよっていう条件を、まあ、忘れるのが、まあ、唯一考えられるところなのかなというような気がしますが、まあ、なんとなくやってしまうと、なんとなくで、やってしまうと、F1 っていうのが正で、まあなんか終わりそうな気がしてしまうんですけれども、まあやっぱりちゃんと丁寧に、増減に応じて区間分割して、その範囲を考えてみたいな感じでやっていくと、こういったミスっていうのは少なくなるかなというふうに思いますので、まあ比較的一般的に通用するような処理の仕方として今回は紹介をしました。はい、ということで今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。